はい、今回のテーマは未踏の B2B 決済125兆ドル、日本円に直しますと 1.3K 円というですね、まあ、数えるのも大変な数値になるわけですけれども、それだけ巨大な市場、これがどうなっていくのかということについて解説をしていきたいと思います。副題はパンデミックで到来した今世紀最大のチャンスと、この B2B マーケットにはですね、大きなチャンスがあるということをご理解いただければと思います。今日のお話しする内容は4つのストーリーで構成しております。第1話は金融サプライチェーンのデジタルトランスフォーメーションで生まれる B2B の巨大市場、そして第2話はビザ・マスターカードの B2B 対応戦略、そして第3話は売掛金・買掛金の効率化で攻める欧米のフィンテック。ここでは事例をいくつかご紹介します。そして第4話、まとめとして B2B 決済市場で勝つための戦略、一体何かというお話をしていきたいと思います。それではまずですね、第1話から始めていきたいと思いますが、第1話は金融サプライチェーンのデジタルトランスフォーメーションで生まれる B2B の巨大市場です。人々においてはワクチンですけれども、企業においてはデジタルトランスフォーメーション、これがですね、パンデミックに対応する、対抗できるですね、唯一の手段だと言っても過言ではありません。で、なんでデジタルの方がいいのかというと、まあ、当然のことながらですね、コロナパンデミック、安全性の面で対面で商談をするよりもですね、安全性は高いわけですよね。よりこう質重視になってきたかなと、その商品とかの選び方もですね、なんかこう今までは例えばその営業の方が何度もこう訪問してくださってるので、まあ、あなた その熱意に負けたよっていうふうな形で発注したりとかっていうのも結構あったと思うんですけれども、もうこれからはもう比較検討がデジタルの中で容易になるので、サービスとかソリューションの本当の力が試される時代に来てるのかなと、まあ、そういう感覚もありますよね。実はですね、コロナによってマニュアル処理が遅れるというようなことが頻発しまして、延滞率が上がったりしてるんですね。で、 B2B 決済のデジタル化が遅れているため、支払い遅延や延滞が急増しておりまして、これもアメックスの先ほどの調査の結果なんですけども、平均の延滞率が 15% と。そしてやはりこの B2B のサプライチェーンの悩みっていうのがありますよね。で、今までここはですね、どちらかというとコストをかけずにですね、なんとか手作業でもやればいいんじゃないのと、で、忙しい時には人をまた新たに雇えばいいさっていうような状況だったんですけれども、売上が今伸びないんです。コロナパンデミックでですね、経済が停滞する中でですね、トップラインが伸びない中ではですね、このコストをいかに下げるのかと、処理のスピードを上げることによって生産性を上げると、そこにですね、注力をし始めているわけなんですね。で、じゃあどういうふうに具体的にデジタル化によってですね、プロセスの摩擦をなくすことができるのかということですが、サプライヤーのケースで考えてみたいと思います。このあらゆる摩擦がデジタル化によって、もう一気に撤廃されるというところは本当に大きな効果になりますよね。で、まあ、これをですね、実現するためには中間にですね、B2B の決済事業者の役割がとても重要になってきます、ね、みんなからの期待を集めているわけなので、チャンスがあると私は思っています。で、そのマーケットの規模たるやですね、先ほど言いましたように 1.3K 円です。これだけゼロがつくんですよ、 1.3K 円というのはですね。はい、それでは第2話に入りたいと思いますが、第2話はビザ・マスターカードの B2B 対応戦略です。まずビザから見ていきましょうか。ビザはビザペイアブルオートメーション、左上から説明していきますね。下側のちょうど真ん中になるわけですけど、バイヤーの法人カードに請求しますので、実際の請求とですね、支払いというのが自動的にマッチングできるわけですよ。このビザとストライプの提携って本当に強力だなと思ってまして、マスターカードはじゃあどうなのかということなんですけども、マスターカードはマスターカードトラックというサービスを提供しています。
世界初のグローバルな B2B オープンループ決済サービス、サプライヤーとバイヤー間のですね、決済の自動化、単純化が目標となっています。この B2B オープンループ決済というのは一体何なのかと。というところで、この4パーティーモデルなんですけども、この図をもう一度見てください、皆さん。いいですか？左側に行きますと、バイヤーパートナーズというところで銀行やノンバンクがいます。そしてその下にバイヤーがいますよね。で、右側を見ていただきますと、サプライヤーパートナーがいて、そこにはバンクやノンバンクがいます。で、その下に、その右側にですね、さらに右側にサプライヤーがいますよね。つまり、バイヤーパートナーズ、そしてサプライヤーパートナーズ、サプライヤーということで、4社がここに関与しているということで、4パーティーモデルと呼ばれるんですね。それでは第3話に入りたいと思います。第3話は、売掛金、買掛金の効率化で攻める欧米フィンテックということでですね、事例をこれから紹介をしていきたいと思います。まず、B2B のフィンテックマップを我々の方で作ってみました。ある意味ではその売掛金のファクタリングをやることによってスモールビジネスの懐事情が分かり、金融サービス的なニーズをキャッチアップできたところから、こういうビジネスバンキングに発展ができたというふうにも捉えられますよね。買掛金の方ですけれども、アビットエクスチェンジという会社があります。そして、決済のところではですね、法人カードの破壊者ブレックスという会社がありますと。で、次はグローバル送金決済のビームという会社です。はい、次は会計ソフトのセロです。次は給与前払いのペイアクティブという会社です。これ手数料を取らなければ福利厚生上のサービスというふうに捉えられるわけですもんね。それから融資の事例なんですけども、メキシコのフィンテックのクレディジャストという会社をご紹介したいと思います。というところで、第4話、B2B 決済市場で勝つための戦略、今日のセミナーのですね、まとめを行いたいと思います。で、これからですね、皆さんに5つの戦略をご紹介したいと思うんですね。今日ここまでお話ししてきた内容をですね、ベースにですね、こういうことが考えられるのではないかということでありますが、まず戦略の一つはですね、統合サービスを目指しましょうと。この B2B ですね、 1.3K円という巨大膨大なですね、マーケットをですね、自分たちのものにするためには何をしたらいいのかっていうと、統合サービスを目指しましょうというのが一つの提案です。決済は決済だけやっていればいいということではありませんと。先ほどの事例でご紹介しましたように、決済から売掛金管理、あるいは決済から買掛金管理へサービスを広げていく。そして最後、戦略の5つ目はスピード開発体制ということで、スピード、さらにスピードアップと。今世紀最大のチャンスは今なんです。もうコロナが収まってしまったらみんな忘れてしまうでしょう。なので今のタイミングでどれだけ早くビジネスをローンチできるかということなんですね。これ競合です。競合がですね、どんどん狙っていってるわけですよね。本当に今ブルーオーシャンだと思ってます。ビジネスというビジネス、消費者のところはですね、もう本当レッドオーシャン化仕掛けてますよね。なのでここはですね、ぜひ皆さんに早くですね、この B2B マーケットにチャレンジをしていく体制を敷いていただきたいというふうに思いますね。今日は B2B 決済のですね、市場の可能性について皆さんにお話をしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。